はい始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿しているのでチャンネル登録・高評価お願いします。今回は京都府の医療事務正社員16年目40歳の方の給与明細です、えー。仕事内容は医療事務として病棟窓口、電話対応、入院説明、退院処理、保険証確認などしているみたいです。必要な資格やスキルが、えー、診療情報を管理士資格で 勤務時間が1日7.5時間で残業が1.15時間収入が月収20万年収310万ボーナスが60万しかもこれ手取りベースですねで、えー、医療事務をしたい方へのアドバイスとしては、えー、他の職種の方々に仕事を理解されにくくまた、えー、患,者患者家族からもいろいろなご意見をいただき精神的に披露することもありますしかし病棟の窓口にしか座ってないように見られ いていも感謝の言葉をいただけるためこの仕事をしていてよかったと思います。えー、給与明細で、えー、職能給が10万3600円、生活給14万7200円、えー、職務調整手当で1万、えー、日直手当で5500円と4000円、えー、通勤手当が4万4550円、超過手当2585円ついて、総支給が31万7435円。 そこかからがが引かれてて手取りが25万円となっていますえ今回は、えー、病棟勤務の医療事務の方の給与明細でした、えーまあ、今まで見た中で、えー、一番支給とか多いんですけど、まあ、多分、えー、資格が大きいんですかね、えー、診療情報管理士資格ってのがあれば、えー、給料が上がるのかなって思いました今まで見たやつだと支給20万ちょっとで 手取り16万17万とかの方が多かったので、まあもしかしたら資格あれなしでだいぶ違うのかなって思います。今回はこれで終わります。チャンネル登録高評価お願いします。